ハミルディアロはアメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク出身のプロバスケットボール選手 NBA のデトロイトピストンズに所属しているポジションはシューティングガードケンタッキー大学で1年間プレーし2018年の NBA ドラフトにアーリーエントリーした2018年6月21日ドラフト2巡目全体45位でブルックリンネッツから指名を受け その後二度のトレードを経て交渉権がオクラホマシティサンダーへ移り7月28日にサンダーと契約した2018から2019シーズンは1年目ながら NBA オールスターウィークエンドのスラムダンクコンテストに出場シャキール・オニールを飛び越えてダンクを決めるなど豪快なパフォーマンスを披露しデニス・スミス・ジュニアとの決勝を制し見事優勝した 2021年3月13日に、スビアトスラフ・ミハイリュクトドラフト指名権とのトレードで、デトロイト・ピストンズへ移籍した。大学時代の同期のチームメイトに、シェイ・ギルジアス・アレクサンダーや、ケビン・ノックスがおり、いずれも2018年のドラフトで NBA 入りした。ありがとうございます。